日本神話イザナミの御事伝説の伝わる比婆山には御寮と呼ばれるとても神聖な空気に包まれる場所があります。今日は日本三百名山の吾妻山のスミレロードも楽しみながら春の吾妻山、烏帽子山、比婆山の縦走の様子を紹介します。おはようございます。スイートクライマーです。はい、今日はこちら吾妻山の、ロッジ跡地のところに来てます。ということは今日は、はい、日本三百名山、あの有名な吾妻山に登ります。で、今日こんなに天気がいい虫がもう虫が出る季節になりました。今日はこんなに天気がよくって、で、前回2年前に断念した比婆山の方まで縦走することができます。今日はお天気がいいのでとっても楽しみです。はい、で今日も運転手頑張ってくれたしまちゃん同行してくれます。はい、では2人で頑張って登っていきましょう。レッツゴー。まず皆さんの心配なトイレ状況から説明します。はい、ここはお手洗いが使えません。使用禁止です。なのでここへ来るまでに、トイレ行く2つの方法を先に説明します。はい、ここに来るまでは広島から、高速を使って三好で降りて、あとは松江自動車道で高野インターで降ります。道の駅高野でお手洗い一度済ませて、でここの駐車場に来る直前のところにトイレ開放中とありますが、もう一番下のトイレは閉鎖中です。でなので、大池の方まで上がってそこは安心してください。2024年4月28日現在では使えます。和水栓のペーパー付きでした。はい、今日目指すのは吾妻山山頂 1.2 キロです。もうすぐです。わあ、もう見える見える、あれだね、あれ。今日はここ池の原のところをスタートして吾妻山山頂を目指します。その後は大膳原通ってキャンプ場に寄ります。そしてまた大膳原に戻ったら烏帽子山経由して比婆山御寮を目指します。また元来た道通って今度大膳原からは南の原を通って最後お楽しみ鯉の池のところ、あそこを通って駐車場に戻ってゴールです。山頂に人がいます。手振って見えるかな。お、逆さ富士ならぬ逆さ吾妻山。あっちの小高いところは上がらずに最短で行きます。この辺散策するだけでも、もう足の悪い人でも来れる。すごい綺麗なとこ、もうなかなか前に進めんね。綺麗すぎる。今日はすごい、今日は綺麗。はい、だいたい20分で登山口と言えそうなところに着きました。じゃあね、ここからが山道になります。こんな感じの、今まで影がなかったけどちょっとだけ木陰に入ります。スタートから25分でこの小見線に着きました。
ここがね一旦休憩できるところで、見晴らしもすごいいいところです。すごいいいね、めっちゃ広い。スミレロード勝手に命名。この辺りからずっと続いてます。すごい。急登です。振り返ると横を見るとこの風景、最後の急な登りが待ってます。あ、着いた。はい、約40分で吾妻山山頂、1239メートル登頂しました。最後がきつかったね、はい、あ、大山とこっちなんだ。見える見える見える、めっちゃ見えるじゃんすごい、大山くっきり。今から行く檜原山とか烏帽子山、ここの吾妻山は初心者の人でも登れるところ、今40分かかったね。で、ちょっと体力に自信ない人はもうこのまま今来た道戻ってもいいし、今から、ね、向かうこっち右降りてぐるっと南の原を回ってロッジの方に向かうこともできます。で、今日はまだまだ進みます。今からそこの大前原の方に進みます。なんかめっちゃ買ってあるんだけど、ススキが10時40分スタートします。ちょっとここから急です。あー、これ2年前雨の中頑張って降りたとこだ今日こんなにも風景だったなんて、まさか、びっくり。はい、歩き始めたらもうすぐこの分岐、この案内を見逃さずに左です。はい、今からはこれを左大前原方面へ行きます。ここ大前原野営場キャンプ場のところまで 0.1 のところの分岐に来たので、はい、ここ本当はススキがぶわーっと両脇あるんだけど全部買ってある。いいんやら悪いんやら。はい、休憩所、水場、トイレがあるのでちょっとそれのレポートも兼ねていきます。いきなりそれは現れた。ここのキャンプ場、野営場です。広い。ここでお昼を取ることにします。
でその前にちょっといろいろレポート。ご自由にお入りください。お邪魔します。こんな感じ。広い、めっちゃ広い、めっちゃ広い、めっちゃ広い、広いね。10人以上寝れる。すごい。天井は吹き抜け。でテント張ってる人います。で、問題の水場と手洗い状況。見ていいがいい。じゃん。こんな感じ。あ、個室よ。男子トイレ。男子トイレ、当時の朝顔ない。はい、女子トイレの様子。まあ、水洗トイレ。しかもペーパー付き。でも、ここはバイオトイレです。ペーパーは流さずに、このボックスに入れてくださいね。手洗いの水も出ます。トイレットペーパーを流してはいけない。トイレットペーパーはゴミ箱に入れるタイプでも、水洗のバイオトイレでした。すごい綺麗で、あっこから来てトイレに行って、この橋を渡って水場に行ってます。水場めっちゃ水が流れてる。あ、すごい豊富。出ません、出ませんけど、ここに豊富に水があります。クッカーの中に水を 250cc 入れます。ソーヤミニに。なかなか。この中にソーセージ4本とブロッコリー2個を入れます。バサン。あ、入れずに。ママのゆで麺、本当はイタリアン3色入りの、中に入ってる粉の味付けのやつは、粉のソースはちょっとあれは使いません。この麺だけを持ってきます。これがもうゆで麺なので、すぐゆで上がるっていうやつ。普通のパスタだったら3分間ゆでないといけないけど、これはもうブラッて沸騰させたらおしまい。あ、今の間に忙しいよ、今の間に忙しい。段取りが悪すぎる。ソースはこの混ぜるだけで OK のアラビアータです。ジップロック S にソースを移して、はい、この中にもう入れました。これはね、アラビアータ麺を入れます。純正缶使いましょう。もう火が通ったら、温まったらもういい。うん、だけど1分もかからんぐらいで完成するんだ。それがこれのリテア。それがこのゆで麺を使ったリテア。だってもう最初からゆで上がったリテア、もうすぐこんなになるんで、もうすぐ火を止めます。ゆで汁は捨てずに湯切りしてフリーズドライスープに使います。クッカーの中身はバサーッとコジーに移します。はい、で先にこれ乾かないうちに先にババンって拭いてしまう。そしたらもうそれで綺麗。
この間もお料理は個人の中に入れてあるので冷めにくいです。よく混ぜたら完成です。ゆで麺のアラビアータと牛肉のテールスープ湯切りバージョン完成。白いコジーが汚れませんように。うん、赤いのがピーカーここに。だー、悲しい。はい、じゃあ、コジーご飯のいいところはクッカーの中がこんなに綺麗で、ゴミはこれだけ。めっちゃ簡単です。するとコジー飯おすすめです。クッカーが綺麗なのですぐに水を入れて、コーヒー用のお湯もすぐに沸かせます。ダイソーのこのコーヒーフィルターはとても便利です。このコーヒーのゴミはジップロックゴミの匂い消しにもなりますよ。じゃあお昼ご飯もコーヒーも終わったので、今から、山歩きを再開します。あ、戻ってきました。さっきあっちから来たから、はずの山を背にして進みます。ほんと危険なところがなく、ゆったり緑を楽しみながら歩くことができます。ね、だからちょっと時間かかるけど、初心者の人でも大丈夫。自信なかったら今の大前原のとこから折り返せば大丈夫。帽子山まで 1.3 キロです。頑張ろう。長い、登りが長い。虫を飼ってます。めっちゃ虫を飼ってます。みんなついておいでいい子たち、みんなついておいで。すごい虫が虫よけ網持ってる人ね、とかミントスプレーとか虫よけスプレーとか。今日全く何も準備してない。もうまだ冬山の延長のつもりだった。もう夏山です。はい、12時50分烏帽子山まで、こちら左手に 200m で、ぐるっと回って五稜の方から、ここへ戻ってくる。右手からはそういう風に戻ってきます。何これ、なんかいっぱい分岐がある。なんだこれ、出雲峠ひば山五稜、どっちどっちどっち、謎の分岐だらけ。縦の溝がまっすぐに木場山栗を指してるって書いて、ああ違うね、違う方に来たね。だって檜山の方を目指していかんといけない。かっこいい。到着になった。え、本当？ここ。ああ。ここ書いてある。はい。烏帽子山到着しました。本当は1時に来てたはずだけど1時5分です。はい、わかりにくい。で、五稜の方に向いていく。はい、また下がります。見てください、この森、ブナの森、すっごい綺麗。今まっすぐ向こうから降りてきて、そのまま、あっちへ行くんだけど、まっすぐ行くんだけど五稜の方にね。帰りはここから大前原へ近道を通っていきます。檜山五稜って呼ばれてるんだけど、まあお墓、誰のお墓か知っとる？知らん。あのイザナミの御事と、ということで今から目指しているところです。で、あの、さ
っき登ってきた吾妻山っていうのは、吾妻山から立って比婆山御陵をの方を眺めたイザナギの命が妻を偲んでね、我が妻よって言ったんで吾妻山ってなったらしいよ。さっきね来る途中に車の中で勉強してきたんよ登るからにはちょっとね、そう知識を入れてこないとね楽しくない。はい、もう山頂近くまでやってきたらすごい、なんかもう雰囲気がねすごいね、石すごいし、なんか樹齢千年って言われる木があるんだ。もうずっと向こうまでまっすぐ道、比婆山御陵、はあ、来ました。1時半比婆山1264メートル到着しました。富士山の八回りと同じかな、だから右、あの一位の木に囲まれたのが比婆山御陵です。伊豆波の御事さんが眠っていると言われている。比婆山御陵を過ぎてちょっと先へ、100メートル太鼓岩、150メートル産子の岩戸っていう、ここちょっと行ったことないので行ってみようかなと思います。なんかわからんけど、お、神聖の宿りなんとか。御事神社さんです。お邪魔します。御事神社さんお邪魔します。この後ろに太鼓岩、ペタペタ言うよ、ペタペタ、烏帽子の形をした岩を太鼓岩、あ、ちょっと響いた、あったあった、もう見るからに鈴子の岩と今にも赤子を見落とそうとする姿に似ているだって。あ、もしかしてあれ赤ちゃん赤ちゃん。ぐるっと周回して温泉に戻ります。じゃあここの分岐のところに来ました。このまま今右に行ったらさっき行った比婆山御陵のところになります。で、ピストン今から最初来た道へ戻ります。ワープします。せーの、よし、ぴょん。はい、ここ大前原への近道のところまで戻ってきました。お言葉に甘えて近道行きましょう。はい、では烏帽子山の山頂への道を登り返さなくていいのですごい楽です。はい、大前原戻ってきました。目の前に見えるのは朝登ってきた吾妻山。じゃあもう今度は吾妻山は登らずに、これもワープ道です。ここの分岐まで戻ってきました。このまま上上がったら吾妻山山頂まですぐです。もうほぼ山頂直下まで登り返した感じになってしまった。楽勝かと思ったら分岐は結構上の方だった、大変だったね、はあ、ということで南の原まで進みます。道路に降りた、はあ、でこれは降りたら右で朝案内したトイレのところに戻ってきました。でこれは、駐車場ここに停めてスタートしても、でここゴールにしてもいいです。
はい、じゃあ5分でね、ここに着きました。ここの大池に沿った道に入ります。めっちゃ寄ってくる。もう来る。あー、もう待ってるよ。ほら、もう近寄ってくる。めっちゃ可愛いんだけど。にゃー、すごい。待ってた、待ってくれてた。すごいね。すごい。もうね、姿を見つけて早くからパクパクしよった、うん、すごいね。でも、うん、うわっ、うわっ、すごい。あ、すごい。お、喜びの舞。めっちゃすごい。コイがめっちゃ喜んで餌を食べてくれました。ということで、バイバイ、また会おうね。バイバイ。まだ口をパクパク。ごめんね、もうないけんね。はい、3時50分です。無事にここに降りてきました。休憩1時間ということで、全部で工程が丸々6時間ということになります。はい、で、今日は新緑の吾妻山と檜原山を縦走してきました。はい、遠くは大山もしっかり見ることができました。お花もまだ咲き始めなんですが、はい、あちこちに可愛いお花を見ることができました。そして、みんなの知りたいトイレ状況ね、あと水場とかね、うん、はい、ちゃんと、はい、レポートしましたので、はい、しっかり見ていただけましたでしょうか。今年の夏山登山の参考にしていただけたらと思います。というか、単純にね、楽しかったです。はい、ではまたどこかの山でお会いしましょう。スイートクライマーでした。バイバーイ。はい、虫対策だけはしっかりしてください。もうすっごいです。もうここまで連れて戻ってきたね。やばい。神の瀬の湯です。高野温泉神の瀬の湯、ここが、大人360円で、露天風呂もついている温泉です。とっても気持ちよかったです。車で5分の道の駅高野に移動しました。高野キッチンのラストオーダー5時半に間に合いました。ジェラートは高野バニラと高野いちごのダブルにしました。動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。